かわいいアイリス。え、めっちゃかわいい。え、ちっちゃ。ということで、今回もやっていきたいと思います。今回は、このね、カバラの伝説というアプリゲームをやっていきたいと思います。ジョブ選択。一応ね、カバラの伝説。これはね、MMORPG。まあ、私が好きな、めちゃくちゃ好きなジャンルなんやけど、今回はね、クローズドベータテストに応募しとったのが、ちょっとね、当選したんでやっていきたいと思います。1週間限定みたいやけどね、テストは。え、めっちゃ可愛いんやけど、明治。でもこれあれかな、キャラメイクとかはできん感じのやつか。え、ガンナーも可愛いぞ。え、待って、私的には候補は明治かガンナー。でも私ね、 MMO の場合さ、基本的に明治なんよね。どうしよう、かわいい。めっちゃかわいい。いや、明治ね、攻撃力が高いっていうのもあるんやけど、でもガンナーめっちゃ高いね、攻撃力。まあ、そんなとこではほとんど選んでないけん、私は。あ、一応ね、これ、性別固定じゃないんやね。なんかたまに性別固定の職業があったりとかするんやけど、そんな感じ、男の方は。あ、男の明治めっちゃいいね。まあ、私は女の子で行くんやけど。どうしよう。ね、決定ボタンどこ？え、決定ボタン、え、なくない？ね、決定ボタンない。え、もしかして、あ、選べんってこと？あ、え、ガンナーがレベル58以降で設定できるサブジョブってこと？私の今の悩んだ時間返してほしい。じゃあ明治で行くわ。明治で行くわ。なるほどね。最初の画面に映さないでよ。明治をメインジョブにしますか？冒険を進めると後にジョブ変更は可能。なるほどね。ジョブ変更できるんや。あ、いや、あれや。ちゃんとキャラメイクできる。なるほどね。え、かわいい。とりあえず、なんか、ね、自分で細かく決めたい人はこの辺とかで決めていくんやけど、このね、この作ってくれてる中から選ぶよみたいなのもありっていうね。こういうの。私は基本的にめちゃくちゃ細かくとかは決めんのやけど、でもある程度自分でやるタイプなので、髪型どうしようかな。中の服の部分とか変えたい部分変えれんね。どういうことやねん。いや、まあいいけど。じゃ、これでいくわ。外見確定。キャラ名は、何これ、デフォルト、伊藤かのん。デフォルト多分、今サイコロマークが出とったってことは、それぞれで、その時によって違う感じやね。まあ私は、アユナでいきます。スタート。朝露にとって花が世界なら、フルボイス？木の枝が世界のすべて。ここは生命の木、カバラが支える世界。めっちゃいい、ファンタジーの世界。人類はカバラという世界を築き、よきそこで暮らしていた。しかし平和は永遠には続く。いいね、ムービー部分めっちゃアニメやん。繁栄と幸福、それが弥生族の欲望。え、なんならこういうアニメ普通にありそうじゃない？彼らは邪悪なモンスターを。アニメからアプリ化しましたみたいな。滅ぼした。え、なんか急激に人々は途端の苦しみを舐め。え、私は、まあ平和な世界は冒険させてもらえんわけやね。フローラは生き残った人類に泣いてる。新たな力を与えた。何何何何、カラフルになったよ、涙。それは生命の木、カバラに咲く花。え、何、花の中から生まれた。その美しい花は花精霊という。花精霊、つまり彼女たちは花の精。彼女たちと契約した主人公として動かすのは、主人公として動かすのは花の精側、それともそれを刺激する人間？なんかどこにもガンナーだのなんだのおらんねんけど。あ、これプレイ画面？あ、でも綺麗やね。
結構さ、ムービーから切り替わった途端に何このが何この絵みたいなことになることあるけど、すごい。うん、大丈夫。フルボイス。緊張して当然さ、ね、めちゃくちゃモブキャラまでめっちゃ喋るよりや。弥生族を倒し、危険の道を切り開く。そうだ。なんかあれやね。これが我々口の動きめっちゃ不自然やね。危険の道の奥を目指そう。バーチャルコントローラーでキャラクターを移動させよう。はい。道しるべ花屋かわいい。やっぱ花のせいなんかな、この主人公は。モンスターだ。倒せ。モンスターか、ライドキャラかと思ったよ。いきなりそんなの現れんか。タップして攻撃。私メイジなんよね。オッケーオッケー。いいやん。早速何も言われてないけどめっちゃ必殺技使っていきよるよ。この十字のやつはあれ回復？障害はなくなった。先へ進もう。てかさ、結構あの MMO でメイジと他になんかヒーラー系のキャラがおったりするんやけど、ここではメイジが回復役も担う感じ。サポート結構いっとったもんね、数値。私基本的に攻撃系のメイジを選ぶタイプやけんさ。こんな虫けらどもを守るのか。まあいい、時は来た。てかさっきからさ、このセリフ全然なんかオートで進んでいくんやけど、それはあれ？ムービーだからってこと？どこまでも勝手に進んだりせんよね。ああ、よかったよかった、矢印出てきた。恐ろしい敵だ、来るぞ。ね、私さ、今これどこに寄ってどこに向かい寄って、いやー怖い。避けるのこれか。え、何、どういう状態。あ、そういうことね。間違えた。あ、周りもめっちゃ回復できる。やっぱそうなんやね、サポート。いや、私回復系キャラ扱うのめちゃくちゃ苦手なんだって。何を望むの。めちゃくちゃ苦手なんだ。何の道を切り開かないと。危険の道。そうじゃない、もっと切実な願いよ。より激しく、より切実で、より本能的な。きっちりストーリーある系やね。生き延びるわ。なるほど。いや、 MMO ってさ、結構なんかあれやん、全然ストーリー合ってないようなものみたいな。あれ、花のせいこれやんね。回復した。じゃあこっちはそれを刺激する側ってこと。一緒に戦うわ。私は花精霊じゃないんすね。なるほど。花精霊を扱うんすね。かわいいアイリス。え、めっちゃかわいい。え、ちっちゃ。頭身めっちゃ変わったんやけど、3頭身ぐらい。え、かわいい。あ、これ右上にさ、え、あれアイリスかな、多分。これ出てきたやつ使えるんやない。ほらほらほら。え、なに？え、そんだけ？もっとなんかさ、あれじゃないんすか、もっとなんかムービーチックなもの挟んだりとかせんの遠すぎます。知らんよ、敵が勝手に離れていったのに。あんまり遠すぎたら攻撃当たらん感じ。何、どこに落ちたの。その後何が起きたかは知らない。危険の道と戦の結果は誰も知る由もない。え、何、光なき深淵の底、果てしない闇と冷たさの中、揺らめく淡い光だけが私の命の火を支えてくれる。そして内なる自分を呼び覚ます。目覚める。大丈夫？あゆな、アイリスかな、これオークビリス。なんかめっちゃ平和そうなとこに来た。やった、平和な世界冒険できる。え、超のどか。オークビレッジって何？オークの村？え、かわいいんですけど。ねえ、あゆな、早く起きてよ。う、頭が。あなたは記憶喪失？は？あゆな、まったく。もっと近づいてよく見て。私はアイリスよ。なになになに？攻撃？攻撃されおる？アイリス、確かさっき危険の道という場所で一緒に戦ったね。そう、モンスター。記憶あるじゃねえか。え、モンスター？一体どんな？あれ？夢？とても大きなモンスターだったけど、なんとか倒して、それから、あゆな、まさか夢でも見たの？まさか、あんなリアルな夢があるかな？
あー、周りにいっぱい人がおる。そう、 MMO のこういうとこが好きなんよね。周りに自分以外のプレイヤーがおるっていう。クエストをタップして追跡しよう。アイリスの目覚め。大丈夫？もう何日も悪魔に濡らされていたわ。ところでサリーがずっと呼んでるわ。そうなんだ、じゃあ会ってみる。あ、髪の毛の色もうちょっと薄い色が良かったな。序章、神の瞳を追跡。はい、次はサリーと話しに行く。暗闇であろうと、私の心はいつも光を向いている。急に何言い出したかと思って全然違うこと喋りよるけど。真っ昼間から地べたら昼寝なんて随分気楽なもんだな。なんかいい夢でも見た？サリー、なんかちょっとあれやな。名前からしてすごいふわふわ系の少女を思い描いとったんやけど。サリー聞いてよ、今回の夢はいつもと様子が違った。危険の道という場所で兵士と共に巨大な怪物と戦って。何の話かさっぱりだわ。危険の道を切り開く兵士って100年前の話よ。100年前？じゃあもうとっくに色々と終わって平和な世界ってことなんやね。目が覚めたかしら。その話はひとまず置いといて、事件が起きたわ。何事件？神の瞳がど、うるさいな。剣のように俺はしない。神の瞳がどこかへ消えてしまった。冒険協会の会長として命じる。戦いの時は来た。立ち上がるのよ。あれやね、 MMO って何かと冒険協会あるね。え、神の瞳？神の瞳はオークビレッジの神器。ヴィンセント村長に話を聞いてみるといいわ。クエスト移動方法。システム画面からいつでも変更は可能。手動移動かオート移動か。全然オートでいいけど。手動。このクエスト関係ないときはね、手動の方がいいかな。楽しそうやし。最近よく昔のことを思い出してな。多分こういうのやけん、隠されたサブクエみたいなのもあると思うよね。神の瞳はオークビレッジを守るレリックだ。神の瞳がなくなったら街に大きな災いが降りかかってしまう。何か手がかりが。報告に来たのはフィリップだよ。行ってみるといい。何やら奇妙な現象を目の当たりにしたらしくてな。なんかたまにこの、ね。なんていうん、セリフ何秒間みたいなぐらいしかさ、表示してくれんやつとかあるんやけど、そういうの私めっちゃ嫌いなんよね。なんかもうちょっとなんかそんなせかさないでって思うけん。これなんかすごい、ゆったりプレイできそうな MMO でいいな。ね。MMO すごい好きなんやけど、当たり外れがめちゃくちゃ激しいけん。今回のこれは、私はめちゃくちゃ好きな部類。おかしな現象？あんた教会のとこの人間だな。ああ、失われた神の瞳を探してて。実は神の瞳が亡くなって以来、家の前のこの街灯がついたり消えたりするようになったんだ。しかも夜になったらおかしな鳴き声まで聞こえるし。怪奇現象？フィリップ勝手に若い男やと思ったわ。全然違った。村の職人たちはどこが悪いかわからないと言ってね。あんたに修理を頼むしかないんだ。さっきからシュッシュシュッシュ何の音がしてんだ？戦うような場所もないけどね。壊れた？蹴ってみる。かわいいアイコン。蹴るなよ。壊れるんじゃない？壊れてなかったとしても。アユナちょっと乱暴すぎるわよ。でも見て、治ったよ。機械修理のセオリー、とりあえず叩いてみる。治ればよし。いや、昔のね、ブラウン管テレビとかじゃないんやけん。でも、何？なんか出てきた。え、かわいい。わー、何か出てきた。助けてくれてありがとう。では、あなたたちの3つの願いを。何？ランプのせいみたいなの出てきた。いや、どうして我が家を破壊するんだ？くっそー。え、どっちだ？なんだ？ここに住んでるの？めっちゃなんか腕輪がくるくる回るようなの気になるんやけど。そうさ、さっきあんたに蹴られた街灯は僕の家なんだよ。どうしてくれるんだ？必ず仕返ししてやる。と、ん？非精霊？あ、もう戦闘始まっとる感じ？弱。え、弱。スキル解放されたよ。スキルが解放？あ、さっき夢の中やったけん、ってこと？アイロンの戦い方を見ていたら思い出した。そう、スキルだよ、スキル。何これ、誰が喋ってるの？どういう設定？え、あの謎の生物何？まだ出てきてないよね。
何の説明もなくなんかおるけど、スキル。スキルをレベルアップしよう。あ、これ、あれなんか、なんか、まとめてレベルアップに一括みたいなんできんねやね。私すごいね、ゲームは好きなんやけどめんどくさがりやけん、オートでできるものは全部オートでしてほしい系なんよね。これ火の精霊って読めばいいんかな、明かりの精霊。まあいいや。はい、ジオン。あんたすごいな、ただものじゃないね、冒険者だろ。まあね、ゴブリンだけじゃなくあんたも僕をいじめるなんて、あ、こういうやつで戦いよるってことかな。みんな、なんか人のこういうセリフ中にも周りの音聞こえてくるんやね。ゴブリン？そうだよ、村にゴブリンが来てあらゆる光るものを奪っていったんだ。生活に必要なランプだって持っていかれてね。だから街灯の中に隠れているのね。そうさ、だからもう帰る家がないよ。アイナのやり方が悪かったわね。どうして蹴ったの？ごめん直そうと思ったんやね。とにかくこの件の調査を続けましょう。今は一旦この狭い街灯の下で我慢しててね。では頼んだよ。結構私は今、大まかなストーリーもよくわかってないんやけど、何をしてるんだ今私は。タップして戦闘のロック方法を切り替え、スマートロック、ボス&敵プレイヤーロック補助。あ、勝手にロックしてくれるってこと？手動でボスと敵対プレイヤーをロックする必要があります。え、それめんどくさいやん。なんで？なんでスマートロックをオフにしたん？嫌なんですけど。速攻で戻すやつ。はい、フィリップに報告。戻ったね、お疲れ。で、どうだった？気持ちがいい天気だ。このちょっとした音声さ、でかすぎん？もうちょっと小さくていいと思うよね。メインのセリフじゃないけん。街灯の問題はひとまず解決したけど、フィリップ、村にゴブリンが来たの？ゴブリン？モンスターの？村に入ってくるわけがないだろう。見たことないよ。そうか、村へ来るなんて信じられないね。何、そんなに守られてるってこと？この村。息子のパピンに聞いてみたらどうだ？一日中、自分は偉大な冒険者だとかなんとかってブツブツ言ってるよ。息子は遠出はしたことないけど、村中を歩き回ってるから、そのゴブリンとかいうのも見たことがあるかもね。え、子供？大人じゃないよね。大人だったらちょっと痛いんですけど。偉大な冒険者なのに遠出してないっていう。おーい、こっちだ。すごいもの見つけたよ。これかな、パピー。あなたがパピー？何をしているの？あなたがパピー？この村の子じゃないの？アユナは。偉大な冒険者パピーだよ。僕は。うん、子供だね。シー、隠れて、奴らだ。何あれ、かわいい。え、ゴブリンおるやん。え、めっちゃゴブリンおるけど。超顔文字。何あのキノコのせいみたいなの。なんかゴブリンが引き連れてったよ。胞子をこっそり追う。どこへ行くんだろう。あやな、し、聞こえるわ。なんかあれやな、結構女の子キャラめっちゃ可愛いんやけど、男キャラ、ねえ、結構、手抜き？手抜きではないか。なんか、ね。ギギ、ギギギ。しまった、見つかった。囲まれた、やるしかなさそうね。倒すのかわいそう。何？え、今のこれ何？よくわからんねやけど。何を押せって指示されたんやろ。シュッ。え、あっという間。これあれかな、戦闘もオートとかない？あ、こっち鍵がついとんか、まだ。なるほどね。精霊レベル2で自動戦闘が解放。ふんふん。草を打って蛇を驚かす。どういうこと？アユナ、早く追いかけましょう。アイリス、顔色が悪いけど。戦いのせいだわ。あ、この子、アイリス、あれやね、髪の毛メッシュ入っとんやね。かわいい。大丈夫？村長に何かいい方法がないか聞いてみよう。なんか絵の系統的には、なんかあの立ち絵とかのね、このフィールド上の絵は全然違うと思う。いやでもどうかな、そんな感じかな。まあ横にふわふわ浮いとるアイリスとかはなんか違う気がするけど、結構あれじゃない？原神系のデザインじゃない？アユナ、私のことはどうかお気になさらず。アイリス、しっかり。ちょっ
私が押すまで消えないでくれるか。きっちり読み込みたい派なんですが。花精霊のことならオークビレッジの牧師に聞いてみるといい。牧師？花精霊は女神の創造物だから、女神に最も近しいものが一番わかるんじゃないかな。ガブリエラ。それが牧師？牧師っぽくない名前やね。牧師、あっちだね。頑張れ、もうすぐ着く。牧師なら方法があるはず。アユナが心配してくれて嬉しい。ガブリエラ、おったおった。理性の声に耳を傾けるのです。事情は分かりました。安心してください。彼女はただ栄養不足なだけでしょう。まああれか、めちゃくちゃモブキャラのおじさんとかが適当なだけかな。この辺は普通にキャラデザいい感じ。何これ、凱旋の帽子。これ帽子やったんや。袋からなんか出よんかと思った。え、もしかしてこの帽子さっきまで被っとった？被ってないよね。被ってなかったよね。見た目にちゃんと反映されるんや。やった、かわいい。いいね、いいね。めっちゃかわいいやん。よっきー。いいね。で、自分はどうすれば？そう、こうやってね、装備が見た目に反映される系好き。こちらのアイリスは水の花精霊のようだね。水系なんや。湖の中心に浮かぶ島へ行くといい。水元素の扱い方を教えましょう。ほら、こういうなんかさ、なんていうん？そう、元素とかそういう部分もちょっと原神っぽい感じじゃない？アイリスは水が苦手？花精霊はそれぞれ違うの。私は湯船に浸かるよりシャワーの方が好き。何の話やね。でも私ね、原神でもさ、元素系とかね、そういうのいろいろと苦手やったけん、ひたすらね、いつも通り、おせおせやったんよね。相性とか考えずに。湖の中央で祈る。みんな、あれか？結構、いや、でも違うか。結構そのまんまなんかなと思ったけど、服装。アイリス、かわいい。いや、でも個人的に常にこの絵、このね、この感じで追ってくれた方がかわいいんやけどな。何これ、アイリスのかけら。花精霊に合成しよう。パワーアップできる感じ、これで。花精霊の星アップを見てみよう。あ、なるほどね。星。花精霊。星アップ。いや、なんか結構さ、私私が気に入って、そのまんまアンストせずに置いとる、アズレアっていう MMO があるんやけど、それではね、なんかこの一緒についてる魔精霊的なアイリスみたいなやつは、ちゃんと普通の刀身のまんま一緒についておるんよね。え、これ星レベルが上がったら刀身そのまんまになる感じ？え、いいやん、いいやん。絶対そこまで、私、やり込めん気がするけど。ね。だいたいそういうの苦手なんすよね。その育成とか。めっちゃ泳いでる。そのままの服装でそんなに。びっしょびしょじゃない服。そのうちみんなが連れとるこの、妖精たちも違うようになるのかな。今ね、アイリスばっかりやけど。神の瞳の行方を追っていたのですね。ポピーが見た奉仕の異常行動、私も見たことがあります。手がかりはあるの？アユナ、こちらです。神官に従って秘境入り口へ。なるほど。これは手動なわけね。めっちゃ遅いやん、歩くの。最近気持ちが乗らなくてね、何かに抑制されているようだ。え、それぐらいのスピードで私も歩ける？ちょっとやってみたいんやけど。え、全然。アユナ、お待ちください。こいつらは警戒心が強い。変装して近づくといいでしょう。変装？奉仕変身カードもらったよ、なんか。やったー。ええー、かわいい！ほら、こんな感じ。ピンクが良かった。でもかわいいけんね。向こうに行きよった。理性の声に耳を傾けるのです。もういい？これでどうかな？素晴らしい。これなら問題なさそうですね。やったー。何これ？ポート？ポートに近づく。何ポートって？あ、ワープポートみたいな感じ。見て、奴らよ。仕事に行きたくないな。
お仕事してるのね、奉仕さんたちは。急ごう、ゴブリンに気をつけて。後を追いましょう。なんかあれやね、早速、ライド系の鳥に乗っとる人がおるけど、あれはやっぱ課金？いやでも、今、クローズドベータテスト中よね。めまいがしたその瞬間、どこかへ落ちていく感じがした。さすがにまだ課金はないか。じゃあしばらく進めたら、乗れるようになる感じかな。このテスト中は。で、多分、本リリースされた後は、あれなんやろ、課金とかになるんやないん。それかまあ一番最初にもらえる、全員乗れるやつなんかもしれんけど。イエーイ。どっち？そっちか。道しるべついてくれるのいいね。でかいでかいゴブリンが。手に何持ってんの？わしの宝、神の瞳、キラキラ。キラキラ。ん？めっちゃ踊りよりやん。宝を奪う気か。そうです。取り戻しに来ました。てか、奪ったのそっちだよね。こっちは取り戻しに来たんですけど。周りのわちゃわちゃした奴らもおるんか。やだなぁ。やだなぁ。このアイリス、あ、待って。めっちゃ。範囲から逃げとかない。大丈夫？大丈夫私。あ、いけたんか。向こうが攻撃するより先にやっつけれたんか。でけえ。神の瞳が手に入った。これでよしと。サリーに報告しよう。やっと出てきた。私は遅刻しなかったでしょ。私の心は剣のように折れはしない。アイナ、大丈夫か？卑怯の状況を説明。カクカクしかじかやね。ゴブリンは光り輝くものが大好きだからね。なるほど。あなたの話だと、卑怯には分かれ道が存在するようだね。ほとんどが怪物の巣窟になってるだろうけど。しかし、どうして卑怯の入り口がオークベルチに出現したのだろう。これは明らかに異常だよ。卑怯とは一体？卑怯とは、カバラ中のモンスターが集結している場所だ。カバラっていうのは国の名前ってこと？入り口がまだ存在していれば、卑怯のモンスターはいつでも自由にオークビレッジに入ってくることができる。うん、うん、うん。そういえば、アイリスが戦いでたくさんの経験を積んだね。レベルアップも花精霊の成長に欠かせない強化方法だよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか MMO でさ、よくある、その日本語が怪しい感じのやつとか、あとストーリーが合ってないようなもののやつとか、そういう系統ではなかったね。もうがっつりストーリーがある、私の好きな系統やったけん。これは多分、普通にちゃんとリリースされた後も続けると思う。楽しそう。